ヒューマンホールディングス株式会社は、教育事業のヒューマンアカデミー、人材事業のヒューマンリソシア、介護事業のヒューマンライフケアなどを参加に持つ持ち株会社。本社は東京都新宿区。ヒューマンホールディングス株式会社は、ザ・ヒューマン株式会社とヒューマンタッチ株式会社の共同株式移転により、2002年8月に設立。2004年10月に、 ジャスダックに上場した。現在グループの事業は、教育事業、人材事業、介護事業、保育事業、美容関連事業、アリーナ事業と多岐にわたり、連結し、会社給社を有する。ヒューマングループは、1985年4月に、大阪市で、大学進学予備校、日本新県ゼミナールと、その運営母体である株式会社教育未来社から、スタート。 翌年、職業訓練法人ヒューマンアカデミーを設立。社会人教育事業を中心に、人材事業、介護事業、保育事業、美容事業と事業領域を拡大した。1985年4月に大阪市で大学進学予備校、日本新経ゼミナールとその運営母体である教育未来者を母体に設立。1988年に、 人材派遣企業であるヒューマンタッチ株式会社を設立しヒューマン外語学院ヒューマンアカデミー等を設立2002年5月に本部を大阪から東京に移し同年8月に持ち株会社ヒューマンホールディングスを設立本社ヒューマンリソシア株式会社は東京都新宿区に本社を持つ労働者派遣会社ヒューマンホールディングス参加における中核企業で 人材派遣、エンジニア派遣、紹介予定派遣、人材紹介、外国人人材紹介、業務委託、受け負い、採用支援、代行、社員教育、人材開発、人事、業務コンサルティング等の事業を行う、総合人材サービス企業。拠点札幌支社、仙台支社、盛岡支社、新潟支社、茨城支社、宇都宮支社、支社前橋支社、埼玉支社、 千葉市社、東京本社、銀座市社、神奈川市社、金沢市社、静岡市社、浜松市社、名古屋市社、豊田市社、京都市社、大阪本社、梅田登録センター、神戸市社、岡山市社、広島市社、四国市社、北九州市社、福岡市社、熊本市社、鹿児島市社、那覇市社、チャレンジドーフィスお台場ヒューマンアカデミー株式会社は、 東京都新宿区に本社を置くヒューマンホールディングスの参加にある教育関連の企業。1985年に創業。教育、人材、介護、その他事業で構成されるヒューマングループの中核である教育事業を担っている。札幌から那覇まで全国に事業を拡大しており、25都道府県に65校舎を展開。修了生 卒業生の数は142万名以上となる。全日制教育事業、社会人教育事業、国際人教育事業を中心に、その他事業も幅広く展開している。また、中等教育機関である、ヒューマンキャンパス高等学校とも連携し、青少年の夢の実現の支援も行っている。事業内容全日制教育事業、 総合学園ヒューマンアカデミー1995年に開校し全国19校舎で16のカレッジを展開社会人教育事業ヒューマンアカデミービジネス系の資格や技術を習得するスクールで全国30校舎通学講座以外にも通信講座もあり一部講座にインターネット環境でのオンラインスクールも取り入れている国際人教育事業 ヒューマン国際大学機構から留学準備教育を英語で行う教育機関で東京と大阪に校舎がある。アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリアなどにある約100校の大学と提携している。ヒューマンアカデミー、日本語学校から1987年に外国人留学生向けの日本語学校として大阪で開校。東京、佐賀にも校舎がある。 その他事業カルチャースクールやフィリピン語学留学、オンライン英会話などのほか、子ども向けのロボット教室、理科実験教室、子どもプログラミング教室、幼児教室、英語教室、ダンススクール、学童保育などの事業を行っている。法人向けに人材育成支援や英語研修、フィリピン語学留学研修、翻訳、通訳サービスなどを行っている。大学、 高校、専門学校などへは、資格取得講座やキャリア形成講座、観光庁、自治体向けには、職業訓練や、就労支援などを行っている。ヒューマンライフケア株式会社は、東京都新宿区に本社を置く、介護、保育、家事代行、ハウスクリーニング関連の企業、ヒューマンホールディングス株式会社の子会社、1999年により、 ザヒューマン株式会社において訪問介護事業を神戸市北区東京都葛飾区にて開始2010年4月ヒューマンリソシア株式会社から分社化ヒューマンホールディングスにおいて主に介護事業部門と保育事業部門を展開する介護事業は全国15都道府県に189事業所を展開保育事業は首都圏を中心に認定及び 東京都認証保育所合計6円運営。家事代行、ハウスクリーニング事業は主に首都圏エリアで展開している。日経 MJ2015 年11月4日号、サービス業調査在宅福祉サービス部門の売上高ランキングでは第10位となっている。介護事業デイサービス、訪問介護、小規模多機能型居宅介護などの在宅系介護サービスと、 介護不有料老人ホーム、グループホームなどの施設系介護サービス、及び居宅介護支援事業所を運営している。デイサービスはもともと銭湯だった場所を改装し事業を開始した。介護教育事業、ヒューマンライフケアカレッジの名称で、介護職員初任者研修や実務者研修など、介護、福祉系資格取得講座を開講。家事代行、ハウスクリーニング事業、 ヒューマンホームサービスの名称で、家事代行サービス、ハウスクリーニングサービスを展開、子育て支援事業、ヒューマンアカデミー保育園として、認可保育所及び東京都認証保育所を運営。ヒューマンタッチ株式会社は、東京都新宿区に本社を置く、ヒューマンホールディングス株式会社の参加にある人材関連企業。2012年に、 ヒューマンリソシア株式会社から分社化し設立。主に人材紹介、エンジニア派遣、行政、自治体向けアウトソーシングサービスの3つに特化した、おむ転職支援企業。人材紹介エンジニア派遣行政、自治体向けアウトソーシングサービス以下の会社は、2009年1月にヒューマンリソシア株式会社に吸収合併された。なお、 三越伊勢丹ヒューマンソリューションズは、三越伊勢丹ホールディングスの100%子会社であり、ヒューマンホールディングスとは無関係である。福武書店の通信教育講座である、真剣ゼミとは無関係。AAB ヒューマンリソシア株式会社第33期決算、広告 ABCDEFGHIJKL、グループ会社。ヒューマンホールディングス株式会社。 2017年4月16日閲覧。a b ヒューマンアカデミー株式会社第10期決算、広告。ABCDEFGHIJKLMNO グループ遠隔。ヒューマンホールディングス株式会社。2015年3月2日閲覧。AAB ヒューマンライフケア株式会社第10期決算、広告。AB ヒューマンタッチ株式会社第8期決算広告。 人材コンサルティング会社ガイド100選2016年3月24日閲覧第14回転職エージェントランキング情報2016年3月24日閲覧ありがとうございます。